皆様こんにちは、パチスロ必勝本の三原明です。ということで今回もピンズロ TV やっていきましょう。はい、この番組なんですけれども、機種の情報であったり、立ち回りであったり、まあ、こちらそういった情報をお伝えしていただき、皆様にピンポイントでズドンと積もっていただこうという番組となっております。はいはい、やらさん、はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。何ですか？ちょっとね、今回ね、はい、僕の希望がありまして、はい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 、鏡の高設定が見たいと。鏡の高設定が見たい、はい、はい、私も見たいです。まあ、みんな見たいと思うんですけど、うん、はい、ちょっとだから今回鏡に狙いを絞って打ってほしいなと。あ、なるほど、はい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 、はい、そういうことですね。そう、まず一つちょっと問題があるんですけど、はい、ここのホールさん毎回抽選500人来ちゃうんですよね。そうですね、はい、取れるかどうかなんですけど、取れなかったら、いや取れなかったら、あくまで待ちます。待ちます。わかりました、まあ、はい、それぐらいちょっと、まあ、鏡打ってるところを見たいなというか、まあ、鏡の情報って感じですかね。まあ、もちろんその鏡の高設定挙動を視聴者の皆様に伝えてほしいというのもありますし、はい、まあ、僕が鏡の高設定を見たいっていうそっちですよね。いや、まあ大好きですもんね、クリカさんね、はい、いや、わかりました。じゃあ、まあ、今回は鏡に絞りましょうか。まあ、確かにそのちょっと前回前々回ぐらいに、はい、まあ、少数大機種、まあ、狙ってみて、まあ、やっぱりあそこはね、狙いなかなかその法則的なもの見つからないなっていうのは思ってたんですよね。なんか多分そこにまで狙いつけちゃうと、まあ、さすがに悪番対策というか、まあ、番号悪かった時に行くとこなさすぎるから、まあ、あんまりこう法則性つけずにやってるんじゃないかなってちょうど思ってたんですよ。ちょっと今回ね、そう、機種の情報っていうところに、まあ、絞って鏡で行ってみましょうか。そうですね、はい、じゃあまずは抽選ですね。はい、はい、じゃあ運命の抽選頑張ってきます。はい、運命の抽選なんですけども、ダダン、54番、久しぶりに両番引けました。まあ、これ、まあ、大丈夫だと思うんですよね。まあ、鏡座れると思うんで、まあ、一応狙い台が空いたらそこから、まあ、空きなければ、まあ、そうですね、まあ、平込み台メインで狙っていきたいと思います。うわ、久しぶりの両番で、ね、緊張する。よし、じゃあこれで、からね、ある程度機種を絞って、まあ、高設定を狙っていこうというところなんですけど、まあ、今日ね、両番だったんで、取りたかったエリートサラリーマン鏡取れました。で今、まあ、結構ねもう導入されて時間経ってるんである程度知ってるとは思うんですけど、まあ、今解析で出ているところでの、まあ、カンパ設定差のある部分でいうと、まあ、大きなところでいうと、まあ、AT の直撃抽選ですね。まあ、通常時にいきなり AT が当選する、あとは、通常時ジャックチェリーからのボーナス当選と、あとは IT の引き戻し、あと終了画面ぐらいですかね。ただ、まあ、あの初当たり比べてみると、まあ、やっぱり6が200分の1が切って1だと270分の1とかだったかな。で、まあ、それ以外にも、まあ、設定差、まあ、設けられてるんじゃないかなっていうところで、トランクからのチャンスゾーンの当選率、これ実戦値になっちゃうんですけど、まあ、大体トランクのからのチャンスゾーンの当選率、まあ、予想で大体 20% から 30%、33% ぐらい、一応ですね、私だけのデータじゃなくていろんな人からちょっと5、6確定してるようなデータをもらったんですけど、大体やっぱりその言われてる250ゲームまでの解除ですね、まあ、レア役含めなんですけど、まあ、これが、サンプルが227件で、250以内の当たりが184で、大体やっぱ 80% ぐらいはあります。なんで、そう、かなり高いんですよね。なんで、まあ、一応ボーナス、まあ、最低でもまあ5回ぐらいは見て、
250以内でどれだけ当たってくれるかっていうところですかね。いろんな、まあ、要素を含めてになると思うんですけど、まあ、そこをちょっと今メインでやっていこうかなと考えてます。まあ、ちょっとよっぽど強い狙いじゃない限りはね、あんまりがっつり寄っちゃっても結構痛で見るんで。そう、おお、チャンス目だ。いやー、びっくりした。今本当に結構心臓止まるかと思ったんです。いやー、当たりましたね。まあ、おそらく。いや、嬉しい。はい。嬉しい、あの、突起。ここで当たってくれると。はい。さあ、61ゲームです。さあ、カナナです。よいしょ。いやー、でも本当にここでちゃんと通せるかどうかですもんね。これはそうですね。あー、はいはい、よいしょ。ない、81枚カレー。これなんか終了画面も出ましたね、振り分け。なんか結構高設定者とか出るのかと思ったけど、まあゴルフでデフォルト以外が出るのが 20% ぐらいなんで、まあ、スタブレしちゃうと、まあ、10回ぐらいは出ないことも。よし、いいよ。2個だけど、いやお、オーナーのボーナス確定となるって書いてる。でもレア役じゃないとダメなのかな。ああ、なるほど、レア役じゃないとダメなのか。赤だな。レア役じゃなかったダメだね。69分。いやー、来ないね。もう終了が一応高設定差出ましたね。この設定差はあるんで、とりあえずいい挙動は一つ出ました。うん、メディア入んなかったのは残念だけど、ちょっといいとこ出たし、終了画面いいし、トランクからのチャンスも今のところもいいし、狙い台だし、台はしてるんですけどね。これ引いたのトランクですもんね。まあでも演出は弱いかってことは、ここフェイ、あの前兆始まってたってことですね。かぶったんですね。おお、いけ、おっと、熱い熱い。これはさすがに天国で当たったんじゃないですか。当たったんじゃないですか。タバラッチ。いやいや、全然大丈夫大丈夫。それか、演出だか。いや、でもあんな演出家だもんな。うん、ここ、あれだったらもう絶対、ああ、当たった。よし、さあこれ点天国でしたね。42ゲーム、うん、直撃した。びっくりした。とまずトランクのサンプルを除外しまして、
原さんらしくないぞ。なんてこと言うんですか。ちゃんと狙いたいわ、立ってたんで今までも。天井目指してる頃なのに。そうなんですよ。まあでも、今日はちょっと抽選番号。お手本みたいな構成提供してる今。よし。わ、しかもこれジャッキリーで。もう、黄色だ、黄色だ。黄色だ、熱い熱い熱い。ループは取ってる。ダメか。なるほど。いや、これはちょっともうボーナス5回とか言ってる前にいい気を、これ粘るけどしてくださいね。そうですね。うわー、しかも。うまい。これ。青でもある、青でもある。ある、ある、ある、20ゲーム。まあ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 。いやー、いいよ、いいよ。まだいい。なんか奇跡でこの AKC の六角とか出ねえかな。ねえ。トランク。確率的にあり得るかな。まあなくはないですけどね。何パーでしたっけ。いや、0.1。ああ、そうね。0.1 ってことは1000分の 1？ 6を1000回したら。1回は。おー、うますぎじゃん。え、弁当か、マジで。おー、目押しミス。ダサ。でも赤なんで、赤じゃん、赤なんで。よしよしよし、はい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 、 OK。 二十で、50倍以上だけど、マジか。いや、50倍だったらまあ、いやいや、もう僕の感覚では赤はもうめちゃめちゃ乗るっていう、もうあれがある。いや、それは大事すぎですよ。まず2ゲームここで一旦一致終了です。ドリフカムザゲインはなしで、ここでね、ドリームカムズアゲイン500枚以下でも取れるのが構成適当かみたいなこと言われてたんですけど、ここ、解析が出て設定差はないみたいですね。全設定共通だそうです。はい、それではですね、今のところ私の台の挙動もいいんですけど、今12時時点で、鏡の島だけね、ちょっと見ていきたいと思います。そうですね、とりあえず、まあ、先に言った、まあ、250ゲーム以内の当たりとか見ていくと、まあ、この台ですね、3、2、4、8番台、今のところ初当たりかなり軽い感じで当たってるなという感じがします。あと、まあ、これ私の台なんですけど、まあ、これデータで直撃っていうのが分かることがあって、これが私のデータなんですけど、まあ、304ゲームでボーナス当たってる。で、ここの次に、普通だったらボーナスで当選者2ってなるんですけど、2とかがなく、そのまま次初当たり、これ AT ですね、 AT の初当たり44ゲーム、こんな感じで1、2を挟まずに来た場合は直撃の AT っていうのが分かります。あ、この3、2、3、6番台これも直撃してますね。39でボーナス、その次の初当たり150、これも直撃のデータになります。まあ、この辺り結構 AT の初当たりというか、まあ出てますね。出玉感はありますね。1000枚2000枚ぐらいの台が続いてます。859ゲームです。いいですね、めっちゃハマっちゃった。40、鏡止まって、いやー、あー、ダメだ、ほんとに。お、即前兆、これ熱いですよ。お、ここ来たー、 AT 取ってたってことですね。いい、これすごいプレミアです。
さあ行きましょう。やりました。ただ AT 入れただけ。頑張りましょう。そこ大事なんで。20% でナイトクルーズスタート。いきそうじゃないこの感じは。よしか、勝負どころですね。行きましょう。なった。50以内。さあカリスクにかけるか。行きましょう。なんかどっかどんってこい。ミドルだミドルだ。ちょっとチャンスちょっとチャンス。1人2人おー3人来た。よしよしよし、けけけけけけ、ドリームケッダーさて、セット数ですね。何事だ。えうわ最終ゲーム、レアク強者来い。ジャック、いやダメです。さあ、じゃあやっていきましょう。ドリームカムザゲイン。この抽選の詳細が出ましたね。ハイの状態を9ゲーム継続させるか、エア子役での抽選で突破するか。よいしょ。まあ、これがちょっと分かりやすいんですけど、まあ、最低でもハイは4ゲームまず継続すると。で振り分けで4、6、8、9ってあるんですけど、まあ、保証を抜けたゲーム数でこのね演出が来るんですけど、そこで子役を引けばはい継続で、ローに落ちちゃったらもう戻ってこない。なんでお、これちなみに配中、はい、今絶対はい確定なんですけど、この、まあ、強烈役は確定です。ジャクレア役、ジャクチェリーでも 33% はありますね。 33% あります。40% さあ、で次が4ゲームなんで、ここで、あ、女の人なんで継続、ここ突破ほぼ確定。まあでもここで子役を引いてれば
まず大丈夫で、成功すると保証がプラス2ゲームされます。60回らなかった。でここでまた抽選。わあ外れだ。よしよしよし。ラジハでも結構かなり高い。大丈夫。大丈夫でしたね。もしかしたら最初のジャッチェリーでも当たったかもしれない。私にかかればお茶の子大体だ。オーケー。ディスク出てきた。OK、アメリカ100ゲーム。引き戻し成功です。さあ、いくぞ。ラスト。ここで、できます。さあ、オーナーで、ケイシロー断水場はかかって。いや、楽とかないかな。ないか。青じゃない緑はい、じゃあ轟きドリーム地上パターンですけどやっていきましょう。ここで本当上乗せちゃんとできるかどうかですね。乗るときは乗りますからね、うん、隣の人これで一発で400ぐらい乗せてそのまま完走ですからね。500を引いてれば大丈夫。さあ2箇所、ここもクリアしとった。お20とか、おまだいける。おい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 、ナイス、プラス40。これを次取りたいですね。ここ、うわー、ナビない、リプレイ、うわー減った。さあ、これで昇格で、次のデンジャーは必ずクリアしたい。うわー、ナビない、減った。くそ、頑張れなかった。65ゲームでした。いや楽しいとこだったんだけどな。まあまあまあ、もう一回。おっ、まだまだありがたい、優しい、よいしょ、いよいよ、大技がない。さあ、ついでいいんじゃない。お二人よし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 、大丈夫、そこか、よし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 、赤増えてきたよ。おっ、ポッカン、ナイス、どうしよう、大丈夫大丈夫、やばい。
族で、うわ頑張ったけど、まあまあ165ゲームか、確か平均140ぐらいですもんね。まあまあ頑張れました。おお、マジ3セットそんなことあるの、激アツ出た、うわ、あれ、よっ、おい、それだけ、チャンス、せーの、20だけ、ここがアップしたのか、あ、勝った。よお、おお、燃えた燃えた燃えた。おお、さあ行きましょう、グラビティ。これがクラシックレターと44とかだと、お、56、わあ、69か。で、66とかだったら六角。よし、よし、69。いいよ、いいよ。おー、いいねおもしろい、まだいける、20、強いマスだいぶ取っちゃいましたね。いやー、まあ十分でしょう、360ゲーム、さすがにもうここまで。いやー、でも360ゲーム本当に大きい。デフォルト、どうですか、ここまでの手応え的なもの。そうですね、まあ悪くないんじゃないかなとは思ってますけど、強い要素でいうと一つね、AT 直撃してて、あと高設定差が2回で、デフォルト6回なんで、ここもいいですね。で、トランクが8の、トランクチャンスの8の3。まあ、弱チェからのボーナスと引き戻しがないけど、まだ追ってもいいのかな。で、250以内の当たりっていうのも、まあ、今だいたい8の4で 50% ぐらいなんですけど、まあ、それ以外の、ね、要素がまだ強いんで、これは粘ってもいいと思います、はい、10の7、8ゲームチャンス目から赤7です。そういえば国方さん見かけないけど、どこ行ったんですか。あの、もう帰られました。帰った、なんで、え、もう帰ったんですか。帰られました。本当に、あのお仕事が、ちょっと別のお仕事がありまして。はい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 、え、なんか今日私朝オープニングで、なんか僕がその鏡の高設定の挙動とか立ち回りを知りたいんで、鏡打ってくださいって言われたんですけど、帰ったんですか。帰ったの。帰りました。もういない。もういない。そうなんだ。ええー。あ、そういう理由で鏡打ってた。そうなんですよ。もうなんか森川さんって本当マイペースですよね。まあでも、うん、そのおかげもあって、うん、そうですね、うんうん、悪くない展開。確かに鏡の中の狙い台を、まあね、迷いなく取ることができたんで、
といえば、まあ後輩的にはフォローになってるあとでご飯でもご馳走してもらってくださいまあでも確かにそのおかげで今ちょっと良さそうな台座れてるんで、まあいいか。逆にご飯を請求されるんだ。僕のおかげで出たでしょって言って、勝ちましたよ ね誰のおかげですかありえる。当たった。うわー、全部ビクトリー。ビクトリー、天国、天国。37ゲームです。狙い構え、よしよしよし。まあ、250以内の当たり、これで12の9なんで、まあ、80% ぐらいになってきましたね。ちょっと入るかも。さすがに1、2、3ゲーム目、3。おお、6、次。いや、これは閉じるでしょ。よし、やりました。ついに、ついにっていうか普通、いや、やっとですね。4スルーして、あー、やった、当たった。今日はさすがに当たりました。今日はさすがに当たりましたね。よー、こう設定したことか。久々のアメリカンドリーム。よしよしよし。ラスト。あっ、4以上だ。おー、出ました。国方さん見ました？ちゃんと出しておきましたから、私バッチリ両番引ければ積もる。よかったー。ありますね、セット数あるってことは。単純に、まあ、セット数なのか、このあと延長が始まってディスクゲットするのか、どっちかですね。あ、イーグル来た。これはいいんじゃないですか。オーケー。さあ、ディスクゲット赤です。まっしょう。来ました。よー、失敗なせるぞ。ゾンビじゃあ嫌いたいんですけどね。そうですね。これ取りたいけど、あー外れるか。ちょっと今しょぼいよ、大丈夫？ダメでしょうか。出たー、やばい、大丈夫。でもすぐまた来る。セーフ、ナイス。あれ欲しい。なんだ？お、
行った来ました来ましたアンデッド。これですね。まあ。来るからかな。うお、66%一発落とし。まあ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 。次も避ける。よし、ノープロブレム。トリー2人、おお3人もいる。おい、よー、あれ、もう一回やれる。もう一回やれるの。めちゃめちゃ乗るじゃないですか。めちゃめちゃ乗る。もう一個あるんですよ。すごい。20、30、35、これは35。おお、よしよしよし、いけるとこまで行こう。これは避ける避ける。あー、ダメです。うわ、終わっちゃった。いやー、でもトリックのやつ聞きましたね。280ゲーム。はい、じゃあこれで終わりですね。360枚。でこの終了画面のサンプルの取り方なんですけど、1回、個性テスト以上ですね、デフォルト以外が出たら基本それ固定になります。ただ鏡の場合、まあ、デフォルトですね、デフォルトの場合は毎回毎回その次も抽選してくれるんで、まあ、今回は、さっきのままでサンプル増やさずにいきます。国勝さんが、宮田さん挙動は6っぽいですか。うちは国勝さんに四五六角の写真を送ったら、これは鏡を押した僕の功績とも言えますねって返ってきちゃった。やっぱりだ、あの人ごちそうされようとしてる。たかられますよ。たかられちゃう。もうちょっと出しといた方がいいんじゃないやばいやばいやばい。ちょっとだけ頑張れたけど、ここまで384枚です。ボールと、せーの、おお、引き戻しですね。さあラスト300ゲーム、挑戦です。さあ、まあでもこれで何ていうかね、気づけばプラス3000枚ですね。なんかやっぱりこういつもみたいにメダルを上に上げるとかやってないから、あっという間ですね。なんか気づかなかったけど、全体的に数値は、まあ、6に足りてないんで、まあ、4か5かなと思ってます個人的には、まあ、引き戻しも足りないし、トランからのチャンスも、まあ、なんとなくの実践上と比べるとちょっと良い。あと B 全然確認できてなくて、天国へ行くのもちょっと遅い気がする。251ゲーム、22分6、レアク
トラン今日はチャンス目、いや、しかチャンス目、おー、パーフェクトボディ、オーナーなのかな、よいしょ、また青だな、頑張りましょう、よし、よし、行こう、六角しました。六？六？六じゃん。六なの？マジで？なんと7000回す前に出ましたね。出ましたね。そうですか。そうですか。回していいですか？もったいないマースだ、嬉しい、どうしたん、2回目もう8時42分ですよ、218ゲームでどこかもらえず終わり、さあこれで決まどしですね、私8の鬼ラスト、はあ、おお、ついたラスト30ゲーム、さあ、あと7ゲーム、今7010なんで 50% で4以上出る、おお、やっぱ出ましたね、一応六角もしてるんですけど、7000ゲーム以降一発目の終了画面でも4以上書いてました、はい、ということでね、7000ゲーム終了後の一発目の終了画面も確認できたというところで、まあ時間がもう9時半なんで、まあここは無理して終わなくていいかなと思います、ということでここは天国も国民数3ゲームで終了します、はい、ではね、もういい時間なんで最後、鏡とあと伝来系とかね、見つけられるところ見つけてい、きたいと思います、じゃあまず鏡の方のデータからちょっと見ていきましょう、今日ね結構強いかったかなと思います、この加藤大3201もう6000枚ですね、すごい数字的に回数もめちゃめちゃいいんで、まあ、かなりまあ上は間違いないんじゃないかなと思います、それ以外もねこれもまあまあ綺麗だし、これが私のお題でよくてというのを考えるとまあまあねいいだ多いんですよね、これもプラス、これはこれも2000枚プラス、俺もプラスですね、6000枚ぐらいプラスだ、まあ、こうやって見ると、まあ、鏡今日の半分ぐらいは良かったんじゃないかなっていう気がしますね、まあ、その中でも6積もれたんで良かったと思います、全がどこなんだろうな、まあ、残ってるのを見るとここかな、バーサスで、バーサスは今もみんな粘ってて、まあ、値段とか見ても2000枚2000枚1600枚2000枚っていう感じなんでいいのかなっていうふうに思います、じゃあ4回いきます、絆かな、絆かな、あ、絆か、マジか、おお、今日これ絆ですね、多いですね、で前まで攻めてた少数大島のところですね、フェアリーテイル1台今日良さげで、エンジェルビーツも1台良さげ、
姉もね、この粘り方はもしかしたら両方とも当たりかもしれないですね。で、一応この右の銭形ですね、これは5、6確定してるそうです。まあ、6でもおかしくないかなっていうことは言ってました。私が前回負けちゃったラブジョー2ですね、ここがこの感じはさすがに出るんでしょうね。いやでもちょっときそうなグラフももちろんありますね。前回まで攻めてた小数大奇襲も今回も強かったですね。まあ、あの感じだったら確かにまあ狙わなくてもまあ番号悪かった時にまあワンチャンの勝負でいっても個性で積もれる可能性というのは十分にあるんじゃないかなと思います。国方さん、何やってんすか、マジで。ちゃんと国方さんのためにやったのに。あ、ちなみにこれは今日 WBC の決勝だったんですけど、1個前の、ね、メキシコ戦のあのアロザレーナ、え、ちょっと待って確認今するって。アロザレーナでしたよね。ということで、まあね、六角したんですけど、最終的な結果の方、報告していきたいと思います。まず投資ですね、2万7000円で1242枚になります。で、回収が5272枚ということでプラス4030枚です。うわ、久しぶりにまともに勝ちました。まともにっていうかもう大勝ちですね、これはね。まあ、想像と違ってたことが、まあ、いくつかあるんで、まあ、そのあたりまとめてるんで、データの方ですね、今からちょっとまとめて話したいと思います。まずチャンスゾーンですね、これ27回サンプル取ってます。で、8回成功で、29%、まあ、このあたりはだいたい想像通りかなっていうぐらいですね。で、高設定挙動と言われているジャックチェリーからのボーナス当選、これ、通常時通常降格状態、まあ、含めて52回サンプル取って1回のボーナスで 1.9% なんで、まあ、ここはちょっと足りないかなっていう感じなんですけど、またもともと当選率が低いんで、まあ、仕方ないのかなっていうところです。で、引き戻し、これが9分の2、最後に1回追加して 22%、途中7分の1ぐらいまでは落ちましたね。で、終了画面がデフォルトが28分の20、これが 71% で、5,6 の数値よりいいです。高設定した28分の4で 14% と、2以上が1回で、4以上が、まあ、2回、これ7000ゲーム以降に1回出たのもあるんですけど2回と、設定6確定が1回ですね。まあ、画面は、まあ、問題ないかなと思います。で、まあ、問題とか肝心のその250のゾーン以内での当たりっていうのが、これが、まあ、62% っていう感じで思ったよりは低かったです。ただこれを450ゲームのゾーンまで広げると、もう 90% 近くありましたね。22分の20とかなんで、まあ、かなり初当たりは軽くなってます。はい、ということで天草先生、やっと、ご期待に応えるような結果を出すことができました。で、ちょっとね、今日長く終日打っちゃったんで、周りの方しっかり見れてないんで、その辺フォローしていただければなと思います。それではデータまとめの方よろしくお願いします。おめでとうございます。いやー、見事6つもでしたね。しかもね、そのサロの鏡、まあ、なんなら皆さんが見たい挙動にの台だったと言ってもいいですよね。まあ、そういうトークも序盤にあって、あえて狙うと、まあ、しかも台数36台あるんですよね。その中から、まあ、たまたま選んだ台じゃなくって、今までの経験をもとにした週刊引き込み、これ座ってみましょうっていうところに座って、しっかり高設定挙動で確定を見せつつ、最後に六角、これ非常に良かったですね。動画も良かったですし、その立ち回りも見事だったので、本当にね、ピンでズドンと積もりますって言って、もうしっかり見せれたんじゃないかなっていうふうに思います。で、ちょっとまあ、じゃあ振り返りましょう。この日の、まあ、データも良かったですね。3月22日、楽園立川さん。まあ、操作前も、
96,640枚と、まあ、10万枚近く出てきまして、で、まあ、どうしましょうかね、鏡からいきましょうか。じゃあ鏡、36台中ですね、11台ぐらい両強度の台がありました。まあ、3分の1まではいかないけども、まあ、本当にそれぐらいあった上で、まあね、アキアちゃんの台も、設定6でしたし、他にも5、6といってもいい挙動もすごくありました。出玉だけじゃなくてですね、直撃とかいろんなものを見て、あと、こっから前台系だろうというところ、もうこれ間違いないでしょうけど、まあ、バジェディスク絆2、8台中7台プラスで2349枚、しっかり回ってますね。その1台めちゃめちゃへこんだのがあったんですけど、その台ですよですね、5,090円回させてもらってて、もう確実だったんだろうなと。あとラブ城ですね、まあ、これは7台中5台プラスで2441枚、まあ、しかもでもしっかり回ってますし、確定も出てたんだろうなと。これも挙動から分からないですので。で、あと気になったが、バーサスデバイス、これがですね、6台中6台プラスで1013枚、まあどうなんですかね、意外にアクロス難しいんですが、まあ多分あったと言ってもいいのかもしれないと思います。あと気になったのが、ギア3、3台中3台プラスで平均2103枚で、ツインパーティーですね、ツインパー3台中3台プラスで2260枚、この辺もしっかりあった可能性が高いです。で、あと気になったのが縦の勇者が14台中5台、これは挙動からも5、6だろうなっていうのが本当サブ1ぐらいありました。で、今回割と単品のピックアップも、してるので、ここに今5、6ありそうみたいなの出してるんですけど、まあ、ちょっと動画で見るとね、ちっちゃくてあれなんでしょうけど、いろんな機種に、しっかり出玉だけじゃなくって5、6あっておかしくないのがありました。で、言われてたの少数機種ですか、早番だったら遅番だったらで、その遅番の時に2台機種とか座ってもちゃんと2台中1台は入っている機種が多かったので、まあ、そこ運部転部狙いにくいっていうのはそのアキラちゃんも言ってたんですけども、なんかどこが入るかまでは読みにくいんだけど、とりあえず座ってみて、まあ、2分の1から他の機種も考えたらどれぐらいかな、4分の1、5分の1、6分の1ぐらいになるかもしれないけども、挙動をしっかり見ながら打っても損はないような入れ方されてて、遅番から早番までですね。早番の時はやっぱりこうある程度しっかり台数がある前傾とか、あとは今回みたいに何ですかね、力入れてる機種のピンポイントを狙うのもできると。まあ本当にしっかりとした、もうこの長く続けてきて、で、言ってたことがすごく合理にかなってきてる動画になってるんじゃないかなって、もう本当クリアと言ってもいいような回だったんじゃないかなと思います。で、まあ、お店さんもしっかりやってて、まあ、500人並ぶのもさすがだなってところです。で、まあ、どうなんですかね。もしかしたら、そろそろ、今年のどっかで、別のホールさんに行くってこともあるかもしれないですけど、まあ、とりあえずはまだ、この、立川さんで続けていきながら、しっかり見ていきたいと思います。お疲れ様でした。はい、ということで、やっと六角出せましたね。いや、本当に満足です。ということで、これからもね、また頑張っていきますので、皆さん応援してください。それでは次回もお楽しみに。バイバイ。